えー、皆さん、こんにちは。え、RC デザインスタジオのサーです。えっと、今回は、え、窓の重要性ということについてお届けしたいんですが、え、まあ、その住宅において、窓っていうのは建築基準法上を、まあ、設置しなきゃいけないってことになってるんですよね。え、居室って言われる、まあ、人が、まあ、常にいるような部屋、洋室とか、リビングとか、まあ、子供部屋とか、寝室とか、まあ、そういうふうなところっていうのは、え、法律で、窓がつけらなきゃいけないよっていうのが、まあ、義務付けられてるわけなんですね。これは住宅系で義務付けられてて、 住宅は元より集合住宅っていうのも同じように、まあいわゆる住宅っていうくくりで、えー、最高っていうのが必ず必要だってことになるんで最高っていうのはその光をその部屋の中に届けるってことが、まあ必ず必要になってるんですよ。一方、ホテルは建築基準法上は絶対的な義務じゃないんですよね。最高の方は。え、なんですけど、またこれもうややこしいんですけど、旅館業法っていうものがあって、この旅館業法の方で、え、この最高の窓っていうのをどういうふうに取り扱って 東京都なんて、その各区によって、えー、っと、まあ、港区だとこうだとか、大東区だとこうだとか、まあ、それぞれ違ってるわけなんです、取り扱いが。あまあ、だから、あの、結局、行くと、あの、建てる前に、各自治体の方に行って許可取らなきゃ、あの、どうなってるんですかって聞かなきゃいけないんですけど、まあ、そういうふうにケースバイケースなところはあるんですが、えー、住宅は絶対いるよっていうのが、集合住宅も含めですね、えー、建築基準法上の の最高の窓光を取り入れる窓っていう、まあ、そういう風な考え方になるんですで,なんで必要かっていうのを今からお見せしますんで、まあ、あのご覧くださいで今、これ、アパホテルの部屋の一室なんですけれども、いわゆるこの窓の前に、まあ、隣,の隣というか、このホテルの窓がまたあるんですよね、でまあ、こういう風に部屋っていうのがもう朝なんで、もう9時なんですけど、こんな暗いんですよね、これ、動画よりも実際暗いですね。 えー、実際はもう少しく、もう少しというか、この、もうだいぶ暗いというか、この動画よりも。まあ全然光入って、もこれぐらいって感じなんで、光の入り。こうじゃないな。えー、あ、でも、ならないな。もうあの、動画でならないぐらい暗いんですよでまあさすが iPhone だなって感じはあるんですけど。まあ実際はもっと暗くて。でもこれでも暗くないですか結局。朝こんなに暗い部屋って嫌じゃないですか窓を開けてるのに。まあそういうふうに、あの、最高を、 入れないと、やっぱ人って明るく暮らせないんだなって、まあ明るくというか、ちゃんと暮らせないんだなっていうのが、まあ、まあ、わかりますね、ここに泊まると。あれ、こんなに暗いかと思って、あの、朝なのに、まあ、それなりに大きな窓ついてると思うんですけど、あの、1.2メートル角ぐらいだと思うんですが、非常用侵入口になってて、あの、これホテル用の窓で、そういう窓あるんですけど、あの、侵入口、いわゆる消防隊が侵入しなきゃいけない窓なんで、まあ、こういう企画の寸法っていうのがあるわけなんですよね。 まあそういうふうなことで、まあこういうふうにズドーンと吹き抜けてるんですよね。で、ここ、15階建ての5階なんで、まあ上に30メートルぐらいあって建物が。あだからなかなか光っていうのは下まで届かないわけなんですがで、まあこういうのを、あの、補正係数かけると、まあ、あの、建築基準法上は窓ないっていうことになるんで、まあ実際なんでないっていうふうになるかってわかりますよね。もう全然暗いんで。もう部屋こんなんですもん。 窓を全開にしているのにこういうのにしかならない、あだこういういうに暗いところっていうのは <laughs> まあやっぱ結構暮らしにくいですよね、まあ、ここ、あのホテルの内窓なんですが、あ次に内窓っていうのを紹介したいんですけど、まあ、内窓って、この雨がここ,のこ,こから入,入っちゃうんですよね、この閉めてこういうふうに。でこの内側に開くから ここ,のここに必ず水って入っていくことになるんですよ、で水入っていってで、ここからこういう,うにあのに、ここ、あんまり埃入ってないですけど、あの開けたら、ここ。 あの、雨道、あ、あ,あの、ま雨,雨道というか、雨の道が、あの、通ってるのって結構あるんで。で、まあ、ここも、ほら、こういうふうに埃みたいなの入ってて、水道みたいのが見えてるところって結構あるんですけど、まあ、必ずこの中に入るんですよね。で、樹脂窓の場合は、ここの穴から外部に配置されるんですよ、水が。なんですけど、この木製窓の場合は、やっぱそういうふうな加工っていうのが、まあ、おそらく難しくて、あの、なんでかっていうと、こういうふうな自由な 形にやっぱならならいんですよね木窓って、樹脂窓は自由な形になるんですよ、押し出し成形なんて、まあ、そういう,うにあに木製窓と樹脂窓でその形をどういう風に決めれるかっていうときにあの複雑な形状にできないっていう弱点が木にはあって、だまあそういう風な観点で、まあ、こういうのができないんですよね、基本的には。だからこの溝が ま、掘ったりとかして <laughs> できるっちゃできるとは思うんですけどあのこっちに水行く前にあの染み込んでいってしまうじゃないですかで、まあ、そういう,ふうなところいろいろ加工した商品っていうのはもしかしたらあるのかもしれないんですけど、まあ、基本ないんですよねそうなってくると木窓で内開きにするとここ内部に浸水した水がここの木を腐らせていくって話になるんで、まあ、基本的には成立しない、まあ、しにくいというか、まあ、絶対しないかちょっと分からないんですけどもしにくいって話になるんですよね。樹脂窓だととここういういになるよ なんでこれが、<laughs> まあまあ、まああのー、内開き窓だと、そういう話になるんですよね前、あの動画で、内開き窓の話したんで、えーまあ、ちょっと見てみたいんですが。 これホテルのドアって内開きなんですよね。あの住宅の玄関ドアで内開きの既製、まあ、品がないって話したんですけど、まあ、ホテルのドアっていうのは内開きなんですよね避難経路側にあの開くとあのこういう風に出てけなくなるんであのぶつかっちゃうんでホテルっていうのは内開きで基本計画されてるんですよ、ね、なのでホテルのドアっていうのは打、まあ、内,内開きがあるわけなんですよね、まあ、こういう風になっててこういう風に パッキンがついてます、ね、だからちゃんと下もパッキンがついててでも玄関だとこの水が外に出ないからどうかって話になるんです中に入った水が外に出なくなるんでまあここが立ち上がりがあるんでまあこれそれでよければこういうのをつければあの商品ではないんですけどあの、まあ、作れば作ったって話にはなるんですよね。 まあそういうふうに対応できている既製品が、まあ多分玄関ドアとしてはないと思うんで、あまあ難しいところはあるんですけど、収まり的に。まあホテルドアではそういうのあるよっていう、まあそういうような紹介ですね。で、あの、まあちょっと余談なんですけど、ホテルってこのドアの下場が、まあそういうふうに、まあさっきみたいな立ち上がりがあるケースとないケースってあるんですよね。でいわゆる、この、 ホテルの部屋の換気をどういうふうにするかって考えてるかが全然違ってて、この、ここは、あの、扉の下シャットアウトしてるんですけど、扉の下から吸気かけてる、あの、ホテルも結構あるんですよ。で、そうなると音がその廊下側に結構漏れたりとか、最近のアパーさんは、とか、あの、ホテルによってなんですけど、ここ、あの、密閉してますね。で、この密閉してるとどうなるかっていうと、結局ここ、 あの、部屋の中を換気していかなきゃいけないですから、人の呼吸で水分が出たり、二酸化炭素が出たりするんで、換気していかなきゃいけないんですけど、だからホテルのこういうところの換気扇って常時回ってると思うんですが、ここ回して、いや、窓も密閉されてる、ここも密閉されてるってなると、空気が入ってこないことになると思う、になるんですが、だから、あの、扉の下から入れたり、あとは、 ちっちゃいホテルとかだと、こういうところに四角いのついてて、そこから風が入ってきたりとか、あまあそういうふうなことはあるんですけど、まあこの回数、こういう高いやつだとあんまりやそういうことしてないですよね。あの、そういうふうな穴からやっぱ音は入ってくることになりますし、あんまりその防音の観点で良くないというか、まあ防音フードつければそれなりになるんですけど、まあそうじゃなくて、一般的なホテルで言うと、あの空か、空調をコントロールしてますから、あの、 廊下側にエアーを吹き出して、ここから吸気したりとかしてるケースっていうのは結構あるんですよね。うん、でじゃあ、じゃあ、この扉をこういうふうに四方密閉して、どこから空気入れてるの、まあ、その外部からもう取り入れてないんでしょっていう風に話になるんですけど、まあ、ここから入れてるんですよね。部屋の中に直接空気を入れてる。ここから直接入れて えー、ここから吸ってるよっていう、まあそういうふうなことで、えー、空調っていうものをコントロールしてるわけなんですよね。まあ住宅でもそういうのをやろうと思えば可能なわけなんですが、まあ住宅の場合は、あの全館空調とかかけた時にやるときは、えー、まあ通常この部屋まあここと同じようにこういうふうにエアーを出して、えー、まあこういう扉側じゃなくて、居、えー、室のこっち側にエアーを出して、 えこういう風に風がビューってきて、え扉からあの、扉の下から廊下側に風、あの空気が行ってえ、廊下側でリターンをかけるっていう、まあ、そういうの多いですけどね、まあ、そういう風な話で、え今回はあの居室、まあ、部屋の中の空調の話と、あ、まあ、窓の最高の話ですね、まあ、実際、暗いともうやってらんないよって話があるんであ、結構暗いと辛いなっていうのがあったんで、えしょおお見えないですよね。 まあ、これより全然暗いんですよ。で、も住んでらんないなっていう、まあそういうふうな感じなんで。うーん。こういう感じっすね。部屋の中どっちかっていうと。こういう感じ。 あのー、真っ暗で、いや、こんなの、あのー、ホテルの一泊だったらいいですけど、やっぱ毎日だったら気がめいりますね、完全に。やっぱそういう風に、あの、いわゆるその窓を小さくすると、断熱性が上がる、建物の断熱性が上がるっていう、あの、側面っていうのはあるんですが、やっぱり大きい窓って気持ちいいんだなっていう、<laughs> まあ、かられるとるとは思うんですが、あのー、まあ、ここだと、その大きい窓がついてても、実際も部屋真っ暗なんで、 まあそういうふうなものってその生活上をまあもう一つだなっていうまそういうのを体感したんで今回は動画にしてみました。ままた動画の視聴よろししくお願いします